ジャンパ連結器は、ジャンパカプラ、もしくは単に、ジャンパともいい、鉄道車両の制御回路や冷房などの電源回路を、接続、連結するものである。通常、ジャンパ線とジャンパ線樹からなる。ジャンパ線は、太いケーブル状になっており、この中に必要な真数のケーブルをまとめてある。長さは1メートル程度で、前後の車体側接続部分コネクタがメスで、差し込まれる。 車体側のジャンパ線受けはオスである。設計年時の古い車両での制御用、ジャンパ線は、真数が少なく複数ボーンが使用されていたが、1990年代以降は、多進化されたジャンパ線一本での接続という傾向がある。連結機が、鉄道車両同士を機械的に連結するのに対し、ジャンパ線は、車両間の制御信号や、電源の橋渡しとなる。これにより、 動力分散方式の電車や、機動車では重量を超えるような長大編成でも一人の運転士で一括操作できる総括制御が可能になる。列車として走るには、他にブレーキ管などの空気ホースも連結されている必要があるが、密着連結器や電気連結器の普及により、ブレーキ管もジャンパ線も密着連結器内部や外部に一体化。 されていることがあり、連結解放がワンタッチでできるようになってきている。ありがとうございます。